ケジです。今日はですね、今天王寺行ってまして、ここから鉄の見しようかなと思います。分かる方ピンと来るかと思いますけども、天王寺から出てる特急っていうのは何でしょうか。そう、黒潮遥か、まあ、両方なんですけども、まあ、どっち乗ろうかなっていうかね、私は子供の頃黒潮乗りたいっていう気持ちがすごくあったので、今回黒潮を乗って鉄飲みをします。今窓口行かなくてもね、なんか普通に一人で帰るみたいなんですけども、私はなかなかちょっとできなくて、いやアナログなんで、だから実際この面と向かってチケットを買います。いやーすごい人、切符売り場これから行きます。黒潮なんですけども、黒潮で、はい、はい、泉府中まで、はい、天王寺から今日これから、はい、これ指定席、自由席は自由席で、自由席、はい、乗車券はお持ちですか。あります。今もう特急券だけ660円、はい、今日天王寺、泉府中間の自由席特急券、はい、はい、ありがとうございます。はい、次の時刻を見たらもう20分もないということで、まあいろいろ探してたんですけど、ちょっとギリギリっちゃ良くないので、駅構内で買います。よっしゃ、これが特急黒潮27号7時35分ということですね。15番乗り場、とりあえず大体20分ぐらいあるということで、まあ、駅構内で何か買えるものを買いたいと思います。いや JR って言うたらね、サンライセット乗りたくなりますよね。セブンイレブンでしょ。何これ、駄菓子とか、すげえや、なんかこういろいろ買っちゃう。かぼちゃコロッケそのまんまとか、これでもさ酒のつまみや、ワニャオシュ、やっぱりワンカップでしょ。ワンカップと本気にいただきましょうか。これすごくない、焼いたチーズやって。これでいこうか、今日はこれでいこう。よっしゃ、来ましたね。あとは待ちましょうか。おお、いやすげえ人が多い。あーすごいな、かっこええな。今新快速が通過、快速でしたね。新快速ちゃいましたね。で次はここはね、なんかはるかが来るらしくて、はるかも乗りたいですね。あの黒潮の自由席でこの辺ですか。2号車3号車で、はい、ここが4号車なので、はい、2か3で、あ向こうの、はい、分かりました、はい、いやもうちょっと向こうか。いや本当にこう先頭なんだ、自由席って書いてるわ、黒潮自由席。あゆっくり来ましたね。いやこの辺りの、ね、サンライズセットもそうなんですけど、本当にゆっくり来るんですよ。やっぱりこう王者の風格っていうんでしょうか。はるか来ましたね。いやもう途中で止まるんではないでしょうかっていうぐらい、あ途中で止まりましたね。黒潮の方が長いということですね。あ行ってらっしゃい、関空ですよね皆さん。すげえハローキティや、黒潮オーシャンハロー来ましたね。いやああいうタイプもあるんですけど、普通のなんかこうパンダみたいなのもあるんですよね。おお来ましたね、黒潮27号ですね。鉄人27号、28号かね、間もなく来ます。ゆっくり来ましたね。そうそうそう、これが黒潮ってイメージですね。はい、おお来ました、来ました。
をどう伝えればいいかわからないなのままでも未来は平気でしょうか後悔はないですか嘘はありませんかと聞けたらどんな未来だったでしょうか